どうも、スバダです。いやー、バトってますね。うん、水山さんとコレコレさんがね、まさにね、ヒソカとクロロ、宿命の対決、天空競技場のね、頂上決戦。うん。まあ、俺もね、注目してるんだけど、絶対にね、YouTube ジャポンさん、運営さんもね、注目してるね。うん。まあ、ローガン・ポールの件があってさ、ね、あの、大迷惑系、世界的大迷惑系 YouTuber のね、ローガン・ポールがやらかしたせいで、登録者1000人以下のね、チンカス YouTuber たちは、登録者1000人以下のね、まあ、俺もそうなんだけど、総再生数年間4000時間以下の人はね、もう収益つけません。はい。もうやってくれました。やってくれました。ほんとね、部屋をぶっかけたね。うん、で、今回のね、草の根も乾かぬうちに、これこれさんとミリちゃんさんがバトってんじゃん。あの、ゴジラとキングギドラが。うん。当然運営さんもね、熱い視線を送ってね。でね、もしかしたらね、モノモース系 YouTuber ね、ほんと、さらに厳しくなるというか、全滅するかもしれない。そもそもさ、その運営さん、YouTube ジャポンさん、ウンさんってさ、モノモス系の存在をね、認めてません。うん、認めてない証拠に、ウンさんにモノモス系っていないじゃん。うん。やっぱね、そのモノモス系、まあ、柴田さんとか脇地君とかも全然最近悪口言わないじゃん。うん、なんか正論みたいなことを言うか、もしくはおもちゃの開封動画とか。うん。まあ、共にスタンスが変わってきてるんだよね。うん。で、まあ、より人はまだね、リアルにまだ悪口言ってるけどさ。うん。で、やっぱそのね、なんで悪口をね、悪口系というかそのモノモス系がウンさんにないかっていうと、やっぱね、仕事でコラボするときにさ、いつさ、ね、普段が悪、モノモス系悪口とか言ってると、いつその仕事でさ、その人本人とかその関係者とさ、仕事が一緒になるか分かんないじゃん。だって気まずくね、ディスってた人と一緒に仕事になったとき、もしくはそのディスってた人の関係者とさ、仕事で一緒になったときにさ、ね、スタッフさんとかにさ、あいつ、あなたのこと悪口言ってましたよとか、あいつ、あなたの事務所の、あの人のことの悪口言ってましたよとか、言われたら気まずくね。気まずいっていうか、じゃあなんでそんな人俺を一緒にしたんだよとか、なんでそんな人私を一緒にしたのみたいな、問題が起きちゃうわけよ。だから、ちゃんとした事務所には物申す系とかがいないわけ。悪口言う人とか。うん、基本的に悪口とか言う人を事務所に入れることはないよ。その事務所がまともならね。うん、だからね、やっぱその悪口系って言ったら今後ね、淘汰されちゃうかもね。うん。だから柴田さんはその正論系に移行したじゃないですか。正論系。悪口を言わなくなったじゃないですか。すごいいいと思うし、ワクチ君も悪口やめておもちゃ開封に、もしくは CD 開封とかに移行したのはいいと思う。うん、続けてたらね、ほんとバンされるからね。だからね、今後そのね、まあその悪口はもちろんなんだけど、誰かをネタに、うん。なんか問題を起こして炎上してる人のことをネタにすることすら許されないかもしれないね。だから最近さ、もうその傾向があってさ、もう速攻、黄色いドルマークつくよ。うん。例えば、ローガン・ポーのことネタにしたら、速攻、普通、ちゃんと収益化されれば、緑色のドルマークなんだけど、もう、ローガン・ポールって入れた瞬間にずっと黄色いドルマーク。要は収益化されないか、ほとんど収益化されないっていうさ。だからね、もう、モノモース系はね、本当にね、淘汰されちゃうんじゃないかなと思ってますね。だから、俺本当はこういう動画出したくないんだけど、再生数も増やさないといけないからで、やっぱね、みんなね、こういうなんか自衛隊が大好きなんだよね。俺が演劇の動画出したって見ないじゃん、ほとんど。うん。だからまあ、俺出すつもりないんだけど、これ出してなかったんだけど、やっぱその、俺が本来やりたい演劇と、そのまあ、視聴者数を稼ぐために、まあこういう自衛隊をね、やっていくしかなくなっちゃいましたね。うん。もう今年からもう、ほんと、なんだ、もう寸劇とドキュメント動画しか出さないって、ケビタで矢先にね、もう2日前か。もうほんと大事件だよね。うん、ローガン・ポール様々ですね。はい。ということで皆さん、チャンネル登録お願いします。じゃあな。シュッ。